げえ目覚めたの。コーヒー効くな、あのコーヒーいいな、ブラッケ。マズコーヒーとどっちが目覚める？いや、マズコーヒー本当にだって薄いんだもん、あれ。なぜか今とってもダイソーに行きたい。CD ケースがめちゃくちゃ欲しい。もう10個ぐらい買おう。あれ、あ、モテたいファンの勝つやつ。出た。それかサービスで。
頭の思考回路が一気にポーンって良くなったかのように見えたって。酔いだめ買わなくちゃ俺も。何が効く？パンシロン。アネロンだ、アネロン。ちょっと買うね。でも子供用って効くのかな。私が持ってるやつ持ってきゃいけないかな。いつ行くの？来週の日。また？そうだよ。また？それまでに上着を見つけないと縛られる。多分どっかのね袋の中に。だから下は大掃除。コンテナボックスみたいに買ってもちょっと綺麗にしてほしいよね。ね。じゃあ多分地震来たら本当に逃げ場なんて私多分死ぬと思うな。ててなんかもうラックが倒れかかってるから怖いから。ね。病が多いじゃん、ね、知りたがり病な人が多いじゃん、それで何だったっけな、しゃべくりないんだっけな、あの若槻千夏さんっているじゃん、が若い時にグラビアアイドルやってた時にすごい感じの悪い先輩がいたんだって。生放送の時に足踏まれたりとか、でそれをされて何だっけ、名前なんてもちろん言えないじゃん、でそれを番組側がバキューンとかピーとか視聴者は置いてけぼりにされてるとかっていう人が多いらしくて、知らねえよそんなこと言う人いるの、どんだけですかって話。